エビ、エビ、ドア、あ、うわ、うわ、いや。カンナさん、あなたが大声を出したりするから敵に逃げられてしまいましたわ。エビを取ってくれ、早く。もうあなたのような役立たず女知りませんわ。私は敵を追いかけます。ガキの頃から修行修行、とにかく修行。親父の口から空手以外のことなんて一度だって聞いたことなかった。親父の背中を追って走り続けて、楽しそうに遊んでいる他の親子が羨ましかった。親父が出かけたある日、いつものようにあたいは空手の練習をしていて、その時ヘビに噛まれちまったのさ。